ようブラザー、知らせごとです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今日紹介したいのが、行幸のビルドを今日募集出しました。まあ、ビルドというか運用方法みたいなことで、まあ、チャージ効率を上げることによって、まあ、ソロでも、12秒のクールタイムでループ爆発できるので、まあ、普通に威力だけ上げるビルドよりも DPS は結局上がりますよっていうようなことを紹介したんですね。これで、まあ、武器が強いからとか、そうじゃなきゃダメだ、キャラクターが6凸してなきゃダメ、完凸してなきゃダメみたいな風に、まあ、勘違いされる方もおられて、まあ、それに対してもご指摘する方もいるんですけど、もうご指摘自体がですね、ありがたいんですけど、完全に、内容がずれてまして、この動画のムーブの仕方っていうのは、無凸でできます。例えば武器が星4とかの武器使ってても、強くはなるんですね。無凸で武器が違くても一応強くなるっていう設定の提案なんですよ。ただ僕ね、ちょっとここだけ理解してほしいんですよね、一つ。本当これだけはね、理解しないともう話が進まないです。僕ガチャ引いて、凸ってますね。6凸してます。なので、キャラの検証とかも全部6凸でしかできないんです。で、わざわざ6凸のキャラだけど、タイトルに6凸してます、だけど無凸でもできますって書かなきゃいけないんですかって話で、無凸でできるっていうのは、ちゃんと動画見ればわかるんです。まあ、この動画なんですけど、最初にこういった形でゴーレムに対してやってるんですね。まあ、相手が1体なんで、まあ、たくさん敵がいるときに敵をたくさん倒して元素をチャージしたりとかすることができない状況下でやってるんですね。で、まず撃ちますよね。まあ、撃ったときに、まあ、ここでクールタイムが始まるんですよ。ただ、この後にすぐスキル爆発を行うんで、まあ、これが爆発でなくなるんで、これ1回ここ突入の効果でチャラになるんですけども、発動してるってのがこの12秒の元素爆発の前にクールを発動してるんで、無凸の状態だったら普通にクールタイムが今11秒なってないぐらいだと思うんです。10秒ぐらいだと思うんですよね。で、これで秒数が進んでいくじゃないですか、987。なので、このまま順当にいけば、まあ、チャージ効率はもうたまりますよね。1回壊しただけなんで、チャージがたまってるのは凸の効果じゃないじゃないですか。で、順当にいけば無凸の状態でも2凸の効果がない状態、これぐらいでチャージがたまってるってことになるんですよ。まあ、ちょっとこの走りのこの動画じゃ分かりづらいと思うんで、ここで一回編集した動画を載せたいと思います。こちらオープニングのなんですけど、一応スタップウォッチをつけていきます。まずは発動しますね。発動した後に盾が壊れるんですけど、壊れたけどクールタイムをちゃんと表記してます、僕の手動で。で、78、これがクールタイムが12秒なんですよね。で、12秒がここで経ちます。なので、クールタイムは終わったと仮定しましょう、無凸の。で、その後に普通に1秒後に打ってます。なので、2凸の効果は使ってないんですよね。で、くぐって打って、もう1回チャージし直しましたね。で、クールタイム5秒、6秒、これが12秒でクールタイムが終わるんで、まあ、2凸の6秒で壊れたらっていう効果は使ってない設定ですね。で、12秒33、これで発動してるんで、まあ、6凸の効果は使っ、2凸か、2凸の効果は使ってないんですよね。はい、今見ていただいたのが、まあ、無凸の状態で、まあ、この検証自体も僕が2凸してるんで、無凸の状態では検証できないんで、もう全部の動画出すときに6凸ですって書かなきゃいけなくなるじゃないですか。それは、ちょっと勘弁してください。はい、で、まあ、今回の動画はちゃんとソロで爆発12秒回せる。しかも相手が単体の時ね、チャージが回りにくいであろう単体のモブ相手にしてる時に、まあ、ちゃんと回るんで、たくさんの相手がいるとき、あるいはマルチで行ってるときも、ちゃんと回りそうなところで想定してます。なので、オーバーチャージなんじゃないかなって思う方いるかもしれないですけど、一応最低ラインのところに合わせたのがこの数字。なので、自分がマルチしか行けませんよってことであれば、自分で調節すればいい話だし、単体の相手はそもそも行幸を使いませんよってことであれば、200にしなくてもいいわけなんで、ただ、ちゃんと見てほしいのが、壁を張ってくぐって爆発を打って、その瞬間で撃って、その壁破壊したチャージが、粒子が飛んできて、それをキャッチするまでの間に元素爆発を撃つっていう、このムーブが非常に重要になってくるっていう動画で、ね、で、それで
通常攻撃 1,2,3 発って打つような内容の動画でもないってことなんですね。でその普通の攻撃、通常攻撃が例えば 1,2,3 発打って銃撃を打つっていうのなんですけども、あれそんなダメージ伸びないんで、実は銃撃スタミナが続くのであれば銃撃連打打ってるのとそんな変わんないんで、3つ貯めて打つっていう行為自体がそんなね意味がない行為になってくる。なので結局そのムーブをやるよりも爆発的に威力を伸ばすには、まあ、チャージ効率を上げて、まあ、チャージ効率を上げるのが目的というよりも12秒でループさせるっていうところになりますね。なので今回は一応とつらなくてもそこができる。なのでまあそれに対して、まあ、6突すればさらに安定するよねっていう意味だったり、5突6突すればさらにそのこのムーブ、元素爆発をたくさん使うムーブなんで6突すればさらに強くなりますよねっていうこと の、 動画だったわけですね。なので一応まあ動画の内容をちゃんときちっと見ていただいて、なんかご指摘いただけるんだったらあれなんですけど、もうどうしようもないんですよね。もうガチャ引いて行幸に関しては6突しちゃってるし、一応僕動画とか上げるときに星5の武器持っててよりいい状態のものなのにわざわざ弱い武器をテストに使わないんです。これテストなんですよ。別に他の武器とかでもこのムーブは検証できるんだけど、テストなんですけど、わざわざ弱い武器でテストするってことも僕しないんで、なのでわざわざタイトルに6突精錬後の星5武器ってわざわざ書かないんですよね。あえて、まあ、無突とも書かなかったですけど、これは動き的に見たら行幸を使ってる人だったら普通に一発で分かると思うんですけど、突す要素はないです。威力に関しては突す要素あるけど、このムーブができるかどうか、確定キルムーブこれができるかどうかで言ったら全く不要です。だそこだけ理解していただければというところになります。一応コメントが多かったんでちゃんと僕の言葉としてお答えしたいなっていうところと、まあそうですね、まあ今回ちょっとねコメントのこのここら辺のコメントの方はさらさないで聞きますけども、ちょっと一応コメント欄っていうのは公共の場なんで、例えばそれ僕がこういうコメントのご質問いただきました、コメント読んできますみたいな動画を出すこともありますからね。なので一応公共の場にご自身でコメントするってことで、ちゃんと検証などされてからとか、ちゃんと動画の内容をしっかり見てからされた方がねいいのかなと。まあコメントもらうこと自体僕すごいありがたいって思ってますんで、まあぜひねこういった感じでちょっときつめのご指摘とかも全然ウェルカムなんですけど、ただ当てずっぽうなね、全く内容に沿ってないとか、いやそれ全く違うんだけどなってなると、僕も違うんですよって返事しなきゃいけないじゃん。そこでなんか必死になってるみたいになっちゃうんで、違うものは違うんで、はい、確かに正しいところであれば、あそうですね分かりましたって僕コメントしてますから、本当に相手の指摘が正しいときは、なのでそこら辺も考慮してもらえれば非常に今後もお互いウィンウィンの関係をずっと続けられるんじゃないかなっていうようなことで、今回この動画にさせていただきました。じゃあ皆さんどうもありがとうございます。今日はこんな形で動画が終わります。まあビルド動画まだまだ出したりとか、新しいキャラ考察とかもしますんで、ぜひチャンネル登録と高評価の方でご支援いただけるとありがたいです。生放送で僕結構皆さんとやり取りしながらまったりと日課こなしたりしますんで、ぜひそっちの方にもコメントしに来てください。では原神ライフ今後も楽しんでください。どうもありがとうございました。グッバイブラザー。